スカラザ公開記念特別試写会ににお越しの皆様こんにちは僕が性別ゼロに戻るとき、えー、ナレーションと主人公の小林好み、小林隆正です。今日はたくさんの方にお越しいただいているということで、直接ご挨拶に伺えたらよかったんですけれども、残念ながら、こうしてリモートでご挨拶ということになりました。えー、今回、たくさんの方がこの映画を広めるために、試写会にお越しくださったということで、 えー、たたくくさんの協力いいだけるとてても心強く感じています川越という町はとても素敵な街並みで私は実は一度も行ったことがないんですけれどもちょっとこのコロナ禍とか落ち着いたら是非一度遊びに行ってみたいなと思いますもしかしたら上映中にちょっと行けるかと行ける可能性があるかもしれません、えー、川越の皆さんにも直接ご挨拶ができる機会が あるといいなとその時には思いますスカラザーさんも、えー、劇場の写真とかは拝見したことがあるんですけれどもとても趣のある素敵な劇場で直接行きたいなと思ってますちょっと私暑いのが苦手なもので行けなかったらごめんなさい、えー、僕が性別ゼロに戻る時という映画はコロナとともに <laughs> 進んできました去年の上映も 緊急事態宣言でちょっと先延ばしになってしまったりしたんですけれども、最終的に大勢の方にご覧いただき、いろんなお声をいただける温かい映画だなと、我ながらって言っていいのかな、えー、主人公ながら思います。川越から発信して、また新たなたくさんの人に見ていただいて、いろんなお言葉いただけたらな、いろんな気持ちになってもらえたらなと思います。 今後ともよろしくお願いします小林好美でしたありがとうございましたこんにちは、えー、こんばんはなのかな僕ゼロ応援の皆さんが集まってくださっていると聞きました、えー、今日私はそちらに伺うことができませんえ、一体このおばさん誰と思いでしょうか僕は性別ゼロに戻る時主人公の小林高雅の母 小林美由紀と申します、えー、小江戸での上映ということで、えー、すごく楽しみにしていますそして、えー、それをたくさんの地元の方本当に多くの方が応援するそういった気持ちで今日の試写会にお集まりいただいているということを聞いております、えー、私もしゃしゃって行きたかったんですけれども今日はリモートで失礼いたします 小江戸の街並みをよく旅番組で拝見するんですけれども、なんかすごく素敵で美味しいものもたくさんある、そんなふうに思っています。えー、川越スカラ座んでの上映ということですごく趣のある素敵なシアターさん、えー、地元で頑張っているシアターさん、あの私ももしかしたら直接伺えるかもしれません。もし見かけたら 声をかけけていただけたらいいいたただらなと思いますまたこの映画はですねご覧になっていただくと何かこう考えて何か語りたくなるそんな映画なんですねですので今日今会場にいらっしゃる皆さん見終わった後には、えー、コロナですからあまり近くには寄れませんがアイコンタクトを取りながらお言葉を交わせたら そのお言葉をぜひ SNS SN で発信していただいて多くの方にこの映画をご紹介いただけたらと思います、えー、私親としての立場で言わせていただければ自分らしく生きること本当にそう願いながら主人公である 高政を育ててきましたし見守ってきましたただただ自分らしくそれだけを願ってきましたそれがこんなに大きな形でたくさんの方にご覧いただける映画になるというのは本当に親としても嬉しいと思いますぜひ皆さんも自分らしくとは何だろうということをちょっと念頭に置きまして多くの方にお声かけいただけたらと思います 今日は本当にたくさんの皆さんお集まりいただきましてありがとうございましたどうぞよろしくお願いします噛んだところカットしてくださいね <laughs> はい完璧ですありがとうございます一発噛んでますから